ありのままの自分、最高の1年にします。両方わさび入りのわさび付き。こんにちは。2024年が始まりました。この動画が多分出てる頃にはもう1月の中旬とかかもしれませんが、今日は1月の1日です。明けましておめでとうございますということで、めっちゃ朝からおせちと寿司食ったんですけど、今から親戚の集まり行っていきたいと思います。慎太郎です。あ、はい、ちょっと待って。はい、明けましておめでとうございます。おっさんが来て、誰がおっさんやん。1人明けましておめでとうございます。おっさんが、おっさんじゃないって、誰がおっさんやん。明けましておめでとうございます。あの、いいところでスクショしてカットしてって。さすがクリエイター。はい、じゃあ目なんだって。あ、無事じゃないの。はい、チーズ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで、今から、ぶち上げ旅行に行っていきたいと思います。中堅会社の就職も、ね、でも俺がさ、中堅会社の社長です。あ、そっかそっか、それでいいのか。多分4時間ぐらい、はい、渋滞終えまして、今から、やっとアトレートの方入っていきたいと思います。じゃ、まずトム・フォードから行こう。トム・フォードから。すごい。あ、でもこれいいな。これあれ、ありかも。スーパーマンみたいな。おー、なるほど。うん、あ、そうなんですね。うん、なので同じものっていうのは世の中に見ことないんですよ。はいはい、うん、いいな、そういうの好きやん。やっと食べれる。マジでうまいわ。チュロスのプレミアムシュガー一つください。到着しました。せやね。よいしょ、よし、開けようぜ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 、はい、おー、あー、いいね。臨終してる。あざっす、終わりできました。2024年、うい、
今年も頑張りましょう。はい。乾杯。はい。さあ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 。ぶち上げ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 。いっす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 。いっすいっすいっす。うまっ。うまっ。うまっ。もう寒い中食うのがうっちゃうまいよ。いくね。最高です。肉バンバンいっていいですか。うまっ。え、みんな閉じて。うわ、えぐい。鶏胸。鶏胸。はあ。素晴らしい。タンパク質だ。ありがとうございます。フォークとかできんじゃん。なんかあった。わかったよ。ぶっ壊れ。スライダーじゃなかった。毎回さ、だって紐ぶっ壊れてたもん。ガチミートのあなたのせいで。マスクラとかじゃなくて。はい。ちょっと持っちゃいけないんだよ。最初ちょっともう言うな。けど持っちゃいけないの確か。乾杯。乾杯。はい。さす、今日もありのままの自分最高の一日です。おもろない。はい、今日帰り温泉終わりまして、今からご飯食べてきます。ありがとうございます。いただきます。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あざすって全部頼むんだけど、自分の頼む。もう決まった、大丈夫。うん、決まった。ありがとうございます。怖いね。おいしい。最高。帰ります。やります。じゃあ、やめよう。使えないから本当に。はい、ということで今東京に帰りまして、今からですね、人生で初めての競馬に行っていきたいと思います。絶対勝とう。いきます。よし、さあやりましょう。1万円負けました。もう二度と来ません。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、また頑張りましょう。はい、また来年。ありがとうございます。よっしゃ、また来年。よっしゃ。誰に会います。はい、今帰ってきまして、今から友達の家で、ホームパーティーしていきたいと思います。なんで綾野。いやいや、綾野経由で。綾野だって子供が入ってくる。怖い。怖いよね。いや、あ、そうね、わかしょ。オペじゃない。オペじゃない。オペじゃない。いいやん。はい。シャツイン。シャツイン。あ、シャツイン。シャツイン。いいか、体育の授業でもシャツインだぞ。わかったか。知らない。体育の授業シャツイン。腰パンとか絶対しないぞ。わかったか。はい。痛い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 。はい。シンク。ティーボール、何だっけ、ティーボール、泣いてた、行きたくない。さっす、今日もありのままの自分で最高の一日です。今日もドライブ行ってきます。
今日はですね、那須高原アウトレットの方に行っていきたいと思います。一回ちょっと佐野パーキングエリア、間違えた、サービスエリアで、ご飯食べていきたいと思います。あ、ありがとうございます。すいません、いただきます。ありがとうございます。うん、美味しい。那須高原に来ました。寒い。来ました。もうすぐ入ろう。すぐ入る。最高の湯でした。1380年の歴史。寒い。まあ確かにピークは終えたんじゃない。それでいくと、ああやってますね、やってますね、やってます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 。2人です。やめろサイドやめろ。そう、それ待って、多分やってきました。最高でした。えぐい。はい。あー、やべえな。悪魔的だな、ちょっとさすがに。絶対太るって分かってるけど、このサウナ後の一杯ちょっと食べたかった。寂しいな。いいっす。うますぎる。今日もありのままの自分で最高の一日です。ってことで、今日は経営者の方ですね、ベンチャー企業の経営者の方と東京駅でモーニングしてきます。まあ、いろいろ仕事の話をすると思うんで、今日も気合い入れていきたいと思います。それは間違いないです。じゃあ朝早くありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日3つの声お話ありがとうございました。またお願いします。お願いします。はい、今終わりまして、すごいね、いろんな話が朝からめちゃくちゃできました。はい、今からせっかくね丸の内来てるんで、
りもに行ってですね、ちょっとカバンを見ていきたいと思います。そうですね、ビジネスメイン、うん、これはまあ普通にプライベートでも使えます。しまいました。まあコツコツね、本当に新年これを買いたいという思いを持ちながら貯金してきてよかったです。やっぱこういうアイテムを持つと自分はいつも持っているエネルギーより倍のエネルギーで頑張れるっていうね、そういうアイテム皆さんぜひ身につけてみてください。もう僕はこれだけでめちゃくちゃ仕事頑張ります。最高。はい、ということで今からですね、会社の先輩たちですねと、昼飲みですね、あんまやらないですけど僕昼飲みをやっていきたいと思います。はい、もうほぼ最後の休日なんで楽しんでいきます。期待値低いでしょ。いやいや、そんなことないですよ。行きましょう。行きます、はい、はい。お疲れ様です、お疲れ様です。大阪ダメなの？大丈夫かな。拠点は東京だ。もちろん欠かさないで。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。ここっすね。この部分見ていただきまして、すべてのものが揃っているか、まずはじめに確認をお願いいたします。はい、いきます。いってきます。いってきます。めっちゃおしゃれっすよ、ここ。やば。あ、すげえ。別なんじゃないですか。行きましょう。これ基準でこの基準そうそうそう、それが尊敬につながるかなと思って。確かに。いただきます。おいしい。部活やってた、頑張ってた人、大学生の時、無条件にその頑張れる素質を持ってると思うから。はい、ありがとうございます。行きましょう。すごい。バイバイ。あと、ちょっと待ってください。
ただすがにでもちょっと東京真っ只中だったら僕全然大阪いたんで、そっか、ありがとうございます。じゃあ犬か何か、はい、ここまで動画見ていただいてありがとうございます。まあ、今週はですね、まあ、本当に年末年始な、年始休みの1週間でして、本当に暴飲暴食の、旅と、そんな1週間を過ごした、Vlog だったかなというふうに思ってます。まあ、普段ね、あの本当にこう平日 Vlog として働いてるシーンしか載せてないので、まあ、まさに今回は休日 Vlog だったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあ、たまにねこういう休日 Vlog も載っけるのもいいんじゃないかなと思ってますんで、まあ、ぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思ってます。はい、あとねやっぱ金曜日に、まあ、今日なんですけど、今日あの、まあ、リモアのねカバンを買いまして、まあ、僕はもう1年前からあのカバンを買うために、まあ、コツコツと貯金をしてきて、まあ、今日来たるべき今日という日にね、あの買ったんですけど、皆さんはあのこのカバンを持ってればとか、この服を着ればとか、このなんか時計をつけてたらめちゃくちゃテンション上がるし日々仕事頑張れるみたいなアイテムありますか？まあ、僕はですね、まあ、スーツと、カバン、あとスーツケースというふうに定めてまして、まあ、スーツを着るとどっかに何かのスイッチが入って仕事頑張れるっていうのがあります。まあ、ぜひねそういったアイテムでね、まあ、少しでも仕事が頑張れるっていうのがあれば僕は何でもいいと思ってますので、僕はまあそういったアイテムがありますので、そういうアイテムとかない方はですねぜひね作ってみてください。はい、っていうのだけは伝えておきたいっす。ということでまた次の動画で会いましょう。